いますが、最後はこのケキです。この静止技の決めのうまさというのはもう注目してもらいたいですね。最後にユーリケキが出てきました。釣り輪の世界チャンピオン、注目しましょう。 9.812 以上で金メダルです。イタリアのケキ、もう体全体が静止してますよね。そして引き上げて上水平指示。呼吸も止まってるんじゃないかと思うぐらいどこも微動だもしないですね。その辺のうまさというのは素晴らしいですね。団体の自由もそして個人総合もともに 9.8 点台を出しています。ケキ、この倒立の決めもいいですよ。さあ着地が決まれば優勝。伸身のダブル決まったでしょう。イタリアのケキ、あーこの表情だ。やったぞと言ったその表情。ケキ、あー観衆に応えます。9.812 以上で金メダルとなります。いやもう間違いないでしょうね。イタリアのケキです。もうこの出来は確信してるわけですね。そうですね。今日のこのケキの釣り輪ですが、もう見どころとしては着地が決まれば優勝だろうというふうに思ってましたからね、はい。どうだ、得点出ました。 9.887 9.887 ユーリケキ、見事な金メダルです。素晴らしいですね。今場内に先に 9.887 の得点が出ました。この瞬間にもう金メダルを確信しました。そうですね。イタリアのユーリケキ、見事な金メダル。